マズールは、元は、ドイツ帝国海軍が建造した、水雷艇 V-105 を、ポーランド海軍が取得して改名したもので、同系艦はない。本艦は、ポーランド海軍において沿岸部の紹介任務と、砲術練習艦として使用された艦である。手法装填作業の写真ポーランド海軍時代の、本級の船体形状は艦首の未完元の高い、単線首老型船体であった。 監視看板上に、シュナイダー社の7.5センチメートル炭素速車砲を、炭素砲画で直列に2機配置し、箱型の環境構造を基部として、簡素な短脚式のマスト前、小柱が立ち、環境に隣接して一本煙突が立ち、その周囲は、関西艇置き場となっており、ボートダビットが、片元1機ずつ、軽2機配置されて運用される。 後部見張り台の後部甲板上に7 5トル手法が単層砲画で後ろ向きに直列で2機ずつ配置された。本艦は当初はオランダ海軍の発注により Z-1 としてドイツはシュテッチンにちなんでオープメーザーと命名され1921年にポーランド海軍で収益された。1931年に本艦は 砲術練習艦として整備され、魚雷発射艦が撤去されした。1935年から1937年に、かけて本艦は、第二次近代化改装を受けた。第二次世界大戦初日の1939年9月1日に、艦長の盾牛ルトコフスキ中尉によって命令された。本艦は、グディニアの港に停泊していた。本艦が、出港準備をしていた午後2時に、 ドイツ空軍の空爆を船体中央部に爆弾2発を受けたことが致命傷となり、本館は撃沈された。ありがとうございます。